発案家の健三六丸です。本日紹介するのはこの赤いバッテリーです。このライトニングコネクタが最初から付属しているんです。付属ってくっついているんです。で、何が便利かというと、バッテリーは持ってったけどライトニングケーブルを持っていくの忘れてしまったって人いるじゃない、いると思います。自分もよくやるんですけど、前の iPhone の30ピンしか持ってなかったとか、やべライトニングないとか結構あったりするんですけど、このバッテリーは最初からケーブルがくっついているので、ケーブル忘れがないです。だから遊びに行くときはお出かけするときにこのバッテリーポンとカバンの中に入れとけば大丈夫っていう感じですね。で、容量が 8400mAh と、iPhone を約3回フル充電できます。あともう一個嬉しいところなんですけど、付属のライトニングコネクタの他に、もう一本マイクロ USB が付いてるんですよね。なんで、Android の友達とか、あと僕も使ってるんですけど、Bluetooth のイヤホンを、充電するのにもうすごく役立ちます。一つ持っておくとすごく便利なバッテリーなので、気になる方はアップバンクストアでチェックしてください。アップバンクの動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ファンでした。マミルトンでした。スプリングマウでした。ウリナイコンでした。ボールでした。ケン360でした。